忙しい中、福岡都市圏広域行政推進、協議会総会にご出席いたまりました。誠にありがとうございます。また日頃から広域行政の推進にご尽力を賜りまして、厚く御礼を申し上げたいと存じます。さて、オリンピック、東京オリンピックも決まりました。またアベノミクスということで、今年はそれを隅々まで、その良い効果をですね、波及させるぞということで、景気の方もですね、非常にこの例に増して非常にいい状況にはなってきております。ただその一方でやはり人口の自然減というものは過去最高を更新しますなど、人口減少社会の進展というものはさらに加速をいたしますし、福岡市としても人口が増えているということで、まあ企業誘致と励んではいるんですが、これはもう当然長期的に見ればですね、人口減少ということに突入をしてしまうわけです。そういう状況の中でやはり、人口の年齢構成のですね、変化、それから住民ニーズの多様化、こうしたものの中でやはり我々基礎自治体がですね、住民の暮らしを支える行政サービスをどういう形で今後も持続可能なものにしていくのかということが非常に大事な課題であろうというふうに考えています。まあ、そうした中で私たち福岡都市圏としても前回の総会で合意いたしました消防司令の都市圏での共同運用というのは平成29年度からの実施に向けて着々と準備が進んでおりまして、また防災や観光の分野など新たな分野での都市圏の連携も進んできております。一方国においてもですね、国においては第30次の地方制度調査会の答申で示された基礎自治体間における広域連携、そして集約とネットワークの強化に向けた検討が進んでいるところでございまして、その中でも地方での成長戦略の実現、観光の推進や雇用の確保などが大きな柱とされているようでございます。国のこうした動きもしっかりと踏まえて、捉えていきながら生活圏経済圏として一体化している都市圏のスケールメリットを生かしつつ、現行制度の中でもできるもの、また新たな制度を活用できるもので、さらに言うと私たちにとってこういう制度があればいいのではないかということも積極的に国にも提案をしていきながら、各市長の皆さんと丁寧に協議しながらもですね、かつスピード感を持って都市圏連携のさらなる強化、すなわちメトロ福岡の取り組みを推進をして住民サービスの向上と県域の魅力の向上に取り組んでいきたいと考えています。そして東京への一極集中が進む中、アジアに近い元気な都市圏として日本やアジアに発信をしてまいりたいと考えておりますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。最後になりますが、今回の選挙をもちましてご勇退されます糸島市の松本市長さん、そして海町の安川町長さん、これまで、大変、都市圏の発展にご尽力をいただきまして誠にありがとうございました。それでは限られた時間ではございますけれども、十分にご協力いただいて実りある総会としたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げて私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。